トチ木は日本国の栃木県を会場として2017年から2019年にかけて例年3月下旬から4月上旬の3日間で開催されていた自転車競技ロードレースのステージレース大会である国際自転車競技連合公認競技であり大会クラスは2.2栃木県は日本で開催される UCI 公認自転車ロードレース最高峰のクラス 1HC レースであるジャパンカップサイクルロードレースの開催権であり、宇都宮ブリッツェンやナスブラーゼンといった複数の UCI コンチネンタルチームが活動しながらそれらがスポーツや観光振興の起点の一つとして機能している等、自転車を通じた地域振興事業が行われている。そのような栃木県で UCI 公認のステージレースを開催することで、さらなるスポーツ、 観光振興、栃木県のブランドイメージ向上等を機としてツールド、栃木を開催することにした。行動を長距離にわたって規制して行うラインレースを含むという困難な事業でありながら、第1回及び第2回大会のラインレースで、栃木県の全市長をレース会場として網羅することを目標に2017年に第1回の大会を開催するに至り2018年の 第2回大会でそれを実現させた。2019年の第3回及び第4回大会で再び栃木の全市長でレースを開催する予定であった。2020年開催の第4回大会を最後に本大会が終了する見込みであることが報道された。ツールド、栃木最後の大会となる第4回大会は2020年3月20日から22日の 間に行う予定だったが、同年1月頃から世界規模で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症を受けて関連イベントや一般参加のレースを中止し、沿道感染の自粛も呼びかけた上で公認レースに絞って縮小を開催することを3月5日に発表していた。しかし UCI は全ての公認レースの中止を通知。実行委員会は 非公認レースとしての開催も検討していたが、その場合は海外勢が参加しないことにより、日本国内のチームも不参加になると判断。新型コロナウイルスの感染収束も見込めないため、大会自体の延期も困難だとして、3月16日に第4回大会の中止が決まった。ツールドと次に来春ラストレース資金や自民の確保厳しく、下付新聞、 https://www.shimotsuke.co.jp ス,ス,ス,スラッシュアーティクルス,スラッシュスラッシュ,ュ2128962019年8月30日閲覧第4回ツールド栃木の開催中止についてツールド栃木実行委員会特定非営利活動法人ツールド栃木の会 2020年3月17日閲覧ツールドと地に一点中止開幕4日前国際団体要請で産経新聞2020年3月17日閲覧実施報告書が完成しました2019年3月23日閲覧リザルツファーストステージインディビジュアルタイムトライアル2019年3月23日閲覧 リザルツセカンドステージ大山日光二千2019年3月23日閲覧。リザルツサードステージナスモカ。2019年3月23日閲覧。ステージリザルツファーストステージインディビジュアルタイムトライアル。2019年3月23日閲覧。ステージリザルツセカンドステージ焼イタ。2019年3月23日閲覧。 ステージリザルツサードステージナスカラスヤマアシカが2019年3月24日閲覧ありがとうございます。